どうもこんばんは、始まりました。 LINE ライブウェザーニュース。緊張します。みんなこんな緊張を味わってますね。ということで今日はですね、当初高山奈々さんがですね出演を予定していたんですけど、今日は急遽高山さんに代わりまして、私が、番組をやらせていただくことになりました。よろしくお願いします。あら、なんかもうね、まあ、初めてね、この LINE ライブウェザーニュースをご覧の方にとってはお姉さんじゃないって思った方もいると思うんですよね。今日は僕と宇野沢さんの2人で男だけの男祭りでお届けしたいなと思います。さあ、ということで今日はね、早速冒頭は謝罪で、始まらさせていただきましたけど、笑い声が聞こえるなあ、じゃあ聞こえてない手でいきましょうか。はい、ということで今日はですね、まあなんて言うんでしょうね、 LINE ライブウェザーニュースには、まあ、初めて出演されるということでですね、今日はちょっといつもと少し趣向を変えてですね、番組の方を盛り上げていきたいなと思います。ということでハート返して、あ、心が奪われましたかそれはすいませんね。さあ、ということで今日はですね、初めて、この LINE LIVE ウェザーニュースに登場するということでご紹介しましょう。高山奈々さんです。はい、こんばんは。はい、はい、この時間初めて担当します高山奈々です。よろしくお願いします。お願いしますということでですね、はい、大体ですね、まあ初めて新しいプラットフォームに出るとかですね、はい、ジャンルに登場するみたいな話の時にはですね、私が付き添いで保護者として、同伴させていただいておりまして、もう保護者ですね、まあ、高山さんがこの LINE ライブウェザーニュースには初めてと、まあ、夜の時間がそもそもあんまりないんでね。そうなんですよ、全然慣れないです。あれ、ソライブムーンってまだないですよね。ソライブムーンはないです。ソライブナイトはないです。ないですか。はい、ということで、ね、ソライブ24の夜の女に初めて夜の女になるっていうことで、いやー本当に緊張しかないですね、なんで、はい、まあいろんな意味でね緊張するだろうと。でしかもね、突然こんなアウェイみたいな場所に放送されてですねいきなり宇野沢さんにサッカーの話振られても対応できないだろうということで、まず僕で慣らしてもらおう根頃さんで慣れてから、ね、なるほど。で、そうなんですね。まあ、一応ね、まあ、ほぼ 99% の人が、はい、ソライバー、まあ、ソライブ24を見ているソライバーの方だと思いますけれども、うんうんうん、はいはい、もしかするとこの LINE ライブウェザーニュースしか見たことないとか、あ、この LINE ライブウェザーニュースは好きでいつも見てます、うんうんうん、宇野沢さん早く出てこいって思ってる人もいると思うんですよね。まあそういう人もいるとは思うんですけど、うんうんうん、あ、そういう人もいると思うので、まあ、初めてね高山奈々さんをご存知の方、見るという方もいらっしゃると思うんですので、はい、今日は、うんうん、その高山奈々ってどんな人っていうのをですね、まあ、普段明るい時間ね、そうですね、明るい時間に、今日暗い時間じゃないですか、はい、で暗い時間しかソライブ24を見ていない人もいる可能性がありますので、そうですよね。そうなんです。なので、うんうん、今日は、ね、こういう形で高山奈々解体新書ということで、解体新書、はい、まず全身のね、全部一回こう全部一回裸になってもらってね、ちょっと多い、パッとまだまだ、ね、はい、していきたいなと、ぜひぜひ、そうしていただきたいですね、はい、ということで、今日はですね、はい、こんな企画をちょっと考えてます。お、高山さんが、はいはい、まあ、初めてだってよりこう高山奈々っていうウェザーニュースキャスターを知ってもらうためにですね、うんうん、はい、どんな形、どんな人、うんうん、どんな子なのかなっていう、どんな子なのか、はい、実はソライブ24でも、はい、高山さんのデビューの時は意外とそういうことやってますけど、はい、もうね本格的にこうソライブ24に入ってもうすぐ1年じゃないですか。そうです ね、うん、そうですね、本格的にしてからは、ね、はい、なんで意外とそのこの1年の最近見た人は意外ともう最初から高山奈々っていう人がいるような、ああ
感じに見えるじゃないですか。そうですよね。から見てる人は、そのね、その高山さんがデビューするところを見てるから、あ、こういう子なんだっていうのをね、確かによりあの知ってるとは思うんですけど、最近見た方にとっては誰だと、そう、あ、高山奈々っていう女の子、女の子じゃない、ウェザーニュースキャスターっていうことしか分かんないですから。そうですよね。この高山奈々を深掘りしようかな、お、はい、ね、皆さんにもぜひ私を知っていただきたいですね。ああ、こうやって座ってる高山さんが初めて。え、座ってる、まあ、大体立ってますもんね。ああ、まあ、そうですよね、ライブニュースの方ではね。そうですね、モーニングのと、そうですね、そうですね、ウェザーモーニングニュースのところはね、はい、立ちですからね。確かに、そうしたら座ってるのはなかなかないです ね、 そうですね。ちなみに高山さんって身長どれぐらいあるんですか。私ヒール履かないと163くらいです。ヒール履いてないですよね。いや、だヒール履くともっと高くなるじゃないですか。ヒールは大体どれぐらいの履くんですか。ヒールは、どれくらいかな、何センチかって測ったことないんですけど、よく履いてるヒールがすごく高くなって、みんなに、え、高すぎじゃないってすごい突っ込まれるんですよ。そうですか。はい、どんくらいなんだろう、あれ170くらいにはなってるかと思います。あ、じゃあ女性にしては結構高い方ですよね。そうですね、ヒール履くと結構こう出てるので、うん、でもこう見ての通り、これもう全く同じ位置にいるんですよ。全く同じ位置にいるんですけど、僕身長180 180、で、高山さんでも、ね、ヒールを履いてこの感じですよ。もうどうですか、もうどれだけシュッとしてると思ってるんですか。いやいや、どういうことですか。シュッと、もう見て、僕、いやいやいや、顔の大きさ僕なんて 2.5 倍ぐらいじゃないですか、僕が。そんなことないですよ。もうほら、返しのね、モニター。いやいや、ちょっと髪の毛でね、うまくこう隠してるんで、うまくここら辺で、はい、そんなこと言ったら僕もう出っ放しですよ。ここも含めてですよ。本当にね、まあ、そんなね、高山さんでございますけれども、そんな高山奈々を知ってもらう企画、はい、準備しました。こちらです。出るかな、高谷奈々の、高谷奈々の初めて、高谷奈々の、高谷奈々さんですよね。あの、なんか一個多い気がするな、気のせいですか。あれ、高谷奈々さんです。いやいや、多分これをこの漢字見てそう読む人はなかなかいないと思いますよ。だから難しいんですよね。よく間違えられるじゃないですか。確かに、こう当て字とかありますからね。高山奈々と間違えられません。そうですね、ですよね、そう、間違えられますね、はい、ということでね、今日は初めて、そうですね、初めて、まあ、今日は初めて、はいはい、なんか、はい、もういいや、ね、え、何言おうとしたんですか。いやいや、なんか、うん、よし、行こう。行きましょう。行きましょう。あんまりこう突っ込んだら、なんか高山さんの前で突っ込んだら、僕なんか本当になんか申し訳ない気持ちになっちゃうんでね。何を思ってたのかがすごく気になりますけどね。いやいやいや、この写真はですね、ウェザーニュースキャスターの紹介ページでね、ご覧いただくことができますので、はい、ぜひご覧ください。根頃さんが撮って、はい、私が撮りくれた写真で す、はい、ですね、いい笑顔ですね、いつ見てもね。ということで、この中にここにですね、はい、高山奈々に関するあるクイズを出します、はい、クイズでコメントの皆さんにはそれで丸か×二択で答えてもらえます。お、いいですね。コメントで書いてください、丸×丸×。あ、いいですね、いいですね、はい、一問一問ね、はい、聞いていきますので、もしかしたら皆さんもすでにご存知の方もいるし、あ、これは初めて聞いたっていう人もいるかもしれませんね、はい、あー、ちょっと楽しみですね。そうですね、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあまず第1問、1問、高山奈々の出身は新潟市である、丸か×か。ここちょっと際どいところですよね。間違えないでほしいですよね。ここ重要です、重要ですよ、重要です。さあ、皆さん丸か×かで、ほう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 。たくさんいただいてますね。丸丸××××××、はいはいはい、丸丸丸×これは、ね、いきなり引っ掛けなんですよ、ちょっと。え、すごい引っ掛けですよね。いきなりちょっと引っ掛けなんですよ。そう、よく見ていただきたいですね。そうですね、おうおう、でも×という方が今、あ、三
角という方もいらっしゃいます。三角。三角ってどういうことか。三角。どう捉えられていいかな。じゃあまあ、そろそろ正解まで始めましたんで行きましょうか。そうですね。あのね、正解言うまでね、正解書かないでほしいですね。そうですね。これはちょっと C ですよね。さあ、ということで。じゃあ終了ですね、ここで。終了です。終了。ちょっと間を置いてからいきましょうか。はい。あのちょっとね、あのコメントにちょっとタイムラグがあるので。ああ、なるほど。今日いろんな人が参加してますね。なんかいつもこうソライブでも、ソライブ24でも見かける方もいらっしゃいますが、ソライブ24で見かけるんですけど、LINE ライブウェザーニュースであんまり見かけない人が書いてる。え、本当ですか。え、そうなんですか。高山さんのデビューを見守りに来たソライバーがいっぱいいる。嬉しいですね。あのちなみにソライバーっていうのは、はいはい、ソライブ24にハマってる人のことです。あ、もう皆さんもこれはドハマり、ね、ソライブ24を応援してくれてる。あ、応援して、はい、そうですね、です心から応援してくださってますからね。はい、じゃあいきましょうか。はい、はい、じゃあ正解お願いします。はい、正解は長岡市です。っていうことは×ですね。×です。はい、ということで×の方正解ですよ。はい、いや長岡市なんですよ。よく見ると新潟市であるということ、新潟県の長岡市出身です。これあの僕はね、もうクイズ作りながら思ったんですけど、はいはい、新潟市と長岡市はそんなに違うんですか。え、違いますよ。そんな、なんか、え、違いますよ。なんか誇りみたいなのがあるんですか。長岡、明らかに新潟市の方がメジャーじゃないですか。いや、まあ、そうですよね。それあえて長岡市ってこう言いたい衝動はあるんですか。あ、いやでも新潟市って言ったら本当に新潟県がとても広いじゃないですか。うんうん、でも全部新潟でいいじゃないですか、新潟市。いや、また違うんですって。全然違うんですって。何が違う、新潟市と長岡市はどう違うんですか。いや、まず、まあ、天気的に言うと雪の量が違います。どっちが多いですか。長岡市の方が多いです。雪降る。はい、雪降ります。長岡市の方が雪降りますね。はいはいはい。なので新潟市の方はあまりこう雪は降らない方ですね、長岡市と比べたら。距離的にどれぐらい違うんですか。と車でも1時間くらいはかかります。あ、結構遠いですね。結構遠いんですよ。あ、僕はね、あのぶっちゃけ新潟の長岡の距離感が分かんないで、まあ、隣町だろうぐらいの感じでしかないんですよ。そんなことないですよ。すごい。そうなんですよ。ちなみに高校も長岡なんですか。高校は長岡ではないんです。小千谷市です。小千谷市は近い。小千谷市はまあまあ近いです。まあまあ。まあまあ近いです。でも全然長岡市、全然長岡市じゃないじゃん。高校は小千谷市行って。いやでも高校はそうですけど、うん、まあ、小学校から中学校。もうほとんどでもその後はだってね、あの新潟市行ってで今千葉でしょ。はい。いや長岡市。なんかあんまり地元感ないんだよ。いや、ありますって。あるんですか。ありますよ。やっぱり長岡市って、はい、多分新潟県の長岡市出身の方は、うん、もう皆さん長岡市出身ですって言うと思うんですよ。なあ、なるほどね。はいはい。多分、うん、まあ、長岡市はやはりなんといっても世界違うな、日本三大花火が大きく出すぎた。大きく出すぎた。勝手に世界を名乗ろうとしましたね。大きく出すぎた。気持ち的には世界なんですよ。あ、負けひね、あ、負けてくれ。え、じゃあ負けって長岡市のいいところちょっとアピールしておきましょう。長岡市は、うん、やっぱり8月の2日3日に行われる長岡大花火大会があります。うん、そちらには結構全国の方々から来ていただいていまして、うん、僕本当に有名なので、ぜひぜひ皆さん見てください。よし、次、高山奈々の好きな食べ物はお米である。丸か×か。あのね、LINE ライブウェザーニュースのディレクター厳しいですからね。厳しい、あの初めてだろうがなんだろうがぐいぐいきますからね。すごい厳しい。バッサリ切っていきますから。すごい、気をつけてくださいね。間延びした瞬間にね、あの、はい、もう朝早い、もう怖い怖い、危ない、もう次って言われますから。強制的に次でしたもんね。はい、ということでこちらどうでしょうかね、食べ物。まあ、新潟のね出身ですから、うんうん、そこが、まあ、ヒントですね。うん、ちなみに長岡市はお米あるんですか。いや、ありますよって。待ってください、ねごろさん、長岡市はちょっと待って。違う、別に、ね、あのバカにしてるわけじゃないんですよ。え、
ただ僕が長岡を知らないの。だから教えてほしいんですよ。あ、なるほど。いや、田んぼありますから、たくさんありますから。お米っていうとさ、はいはい、なんか新潟県じゃないですか、はいはい、その中のじゃあどこで作ってんのかってあんまり分かんないんですよ。どこがお米の産地かっていうのがね。いや、いろんなところの産地あるので、まあ、魚沼ですよ、魚沼。いや、魚沼産コシヒカリはやっぱり、うん、やっぱり皆さんブランドじゃないですか。ブランドですね。でも新潟産コシヒカリとか、え、新潟産コシヒカリってあるの？ありますよ、新潟前、新潟の。それ新潟市？そうですね、新潟で。多分にどこ、どこ長岡は、じゃあちなみに長岡は何米なんですか？え、だからどうなんだろう、長岡ノーブランド。え、どこか、そう、大体コシヒカリなんですけど。新潟県は大体コシヒカリ。コシヒカリ、え、千葉もコシヒカリあんの？全国あんのコシヒカリ。品種ですから、ね、そうなの、コシヒカリ。あら、なんかちょっとお米についてちょっと詳しくなった。さあ、じゃあ行きましょう。巻きながらね、巻きながら、巻きながら行きましょう、巻きながら行きましょう、じゃあ正解をお願いします。はい、正解は丸です。おお、なるほど。お米大好き、お米大好き。白米だけでいいです、おかずいらないです。え、本当に？え、本当です。お米だけひたすら食べれるの？全然いいです、それでいいです。さすがに3杯食えないでしょ、お米だけで。いや、3杯は確かにお腹に入らないですね、まず。あ、そっち？そっちです。あ、そういうことか。そっちです。うん。でも、じゃあもう死ぬ前に、もう明日あなた死にますって言われたら、はいはいはい、最後の晩餐は何にしますか？でも全然お米でいい気がします。え、みんなの食卓にお米だけ置いてある？すっげえ寂しくない、それ？待って、いや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 、確かにせめてお米となんかちょっと味噌汁ぐらい欲しいじゃないですか。いや、でも私本当にお米が大好きなので、うん、白米だけで。え、朝は？朝はでも最近朝が早くなったので、はいはい、お米が入らなくてパンなんですけど。そこはパンなんだね。そこはパンなんだ。若干もうブレ始めてますね。新潟キャラブレ始めてますね。ブレてない、ブレてない、ブレてない、ブレてない。だってもうお米よりパンいっちゃったんでしょ。いや、お米はやっぱりお腹の持ちがいいので、はいはい、はい、朝からその早くから入らないんですよ、お腹に。そういう問題。いやいや、そこはもうなんかお茶漬けとかさ、もうキャラだからさ、そこは。ダメ、お米大好きだから。 お茶漬けダメなんですよ、邪道じゃないですか。え、お米を美味しい、お米を食べるためには手段を選ばないんですよ。ダメですって。白米、あの上にこうおかずとか、はい、うん、焼肉とかだと焼肉乗せてから食べるじゃないですか、はいはいはい、それも許せないです。タレとかつけたくないんです。いやいや、分かってないですよ、それは。ご飯は、いやいや、違う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 、ご飯は、ご飯はね、おかずをより美味しく食べるためのご飯なんですよ。いや、でも主食は主食、ね、主食なんだけど、ご飯はおかずを引き立たせるんですよ。いや、それほどコシヒカリ、新潟県のコシヒカリは美味しいんですよ、それだけで。美味しいよ、美味しいけど、それだけって辛くない？いやいやいや、甘いんですよ、噛めば噛むほど甘くなっていくんで。まあいいや、じゃあ次行こう。はい、では次、はい、永遠にね、決着つかない、つかない、絶対つかない。じゃあ次行きましょう。はい、次は、高山奈々の年齢は24歳で、女性に年齢聞くなんて失礼な話ですね。でいきなりすぎません？すごい具体的に来たよね、24歳。いきなりすぎますよ。あ、24歳かどうか、ここもまたちょっと引っ掛けですね。これどうですか、実際実年齢に対して、はいはい、上に見られます、下に見られます？上に見られることはまずないですね。あ、ない。はい、実年齢よりも必ず下に見られます。本当に、はい、身長はあるので、うん、そこだけ見たらもしかすると年、うん、よりもちょっと実年齢よりも年上に見られるかもしれないんですけど、うん、顔があまりにも童顔すぎて。そうね、それは否定しないみたいですね。なのでもう全然下に見られますね。でもそういうのが好きな方もいっぱいいらっしゃいますから。え、本当ですか？童顔好きというか。童顔ですか、本当ですか？います、います。私は大人っぽくなりたいですけどね。あ、だからないものねだりなんですよ。あ、全部そうですよ、ね、僕だってもう中3で、はい、子供、お子さんどうしたんですかって言われてますから。15歳だよ、まだ中3ですよ。中3で床屋行って髪切られながら、今日お子さん落とされたんですか、突然そこ行くみたいな。普通はまずお仕事どうしたんですかとか聞くじゃない。なんでいきなり子供から入ったのみたいな時あるわけですよ。そういう意味では僕から見れば、いや、若く見られていいなみたいな。ねえ、五郎さんの15歳の時見たい。
普通に街角アンケートで聞かれて、でなんか答えるじゃないですか。でパッてアンケート見たらタバコのアンケートなんですよ。え？で、あ、これ15歳だけどどうしよう、タバコ吸ったことないしな、一応正直に吸ったことないって書くしかねえって書くじゃないですか。で一番最後に、はいはい、あの住んでるところと年齢を聞かれるんです。で住んでるとこがあのその時はあの横浜の方だったので、はいはい、横浜って書いて年齢15って書いたら、えって言われて、これすいません、これは20歳以上の方で、いやわかるよ、タバコだもん。15歳にタバコのこと聞かないでしょと思ったんですけど、そうです、そういうことがあったんです。いやでもその時にそれぐらい、まあ、子供いるって言われるのはあれですけど、だからね、老けてるか若く見られるかさ、それはもうお互いないものね。そうですよね、そうですないものねだりですからね、はい、うん、じゃあ、正解、はい、よいしょ、正解は正解は22歳です。おー、罰ですね、じゃあね、罰です。正解された方多かったですね、うん、はい、22歳、え、ちょっと待って、22、今年、今年で23です。どうしました、え、ちょ、23、はい、今年23です。あれ、僕より一回り以上ってこと、え、そうなんですか。私はすごい、あ、なんか、あ、ちょうど一回り、もう僕ら一回り世代が入ることになったよ怖いね。ちょっと待って、入った時はいくつなの。入った時はあれ去年ってこと、21歳ってこと。21ですね。うわー、怖ー。21でした。怖ー、21歳の時も僕まだ大学生でしょ。もうただの猿でしたよ、本当にいろんな意味で。猿ってどういうこと。それは違う。どういうこと。あ、本当に猿は違う、意味が違う。意味が、あ、中学生に使う言葉だね、それね。ということでね、じゃあ最後いきましょうか。最後、ね、もう時間もあれなんでね。そうですね、最後何の答えだろう、はい、これでいい、これにします。ちょっともうちょっと送ってみてもらっていいですか。僕ね、忘れてきて、忘れてきて、何何、あ、これいこうよ、あ、これにします。いや、ま、これこれ丸でしょ。だってもうこれもう隣の写真でわかるじゃないですか。これ、あ、これ答えは、あ、これは×です。私は B 型です。B 型です。でも B 型に見られないでしょ、あまり見られないです。お、あ、巻きで、あ、はい、じゃあ次いきましょう、ね、はい、次、はい、はい、笑顔です、はい、で続いて趣味、野球観戦、え、違いますね、あ、違うって、はい、え、趣味何。趣味は、うん、まあ、あまりないんですけど、うん、まあ、寝るの好きですね。あの本当にね、あの趣味が特段ない人が言うことですね。あ、これとか、好きな男性のタイプは筋肉ムキムキ。これいきましょうか、じゃあこれにしましょう。これですね、これにしましょう。筋肉ムキ、あ、うん、マッチョね、あ、まあ、確かに高山さんちょっと細身だから、そう、守ってもらえそうな気もしますよね。そうそう、こうなんか包容力みたいな、あ、ボディーガード的な、そういうので結構、まあ、ちょっとそれはなんかわかる気がするけどね。でもこれ×の場合可能性もあるってことでしょ、うん、え、そうですよ、あ、なるほど、ね、丸か×かの問題ですからね。うん、どうですか皆さん、×、世の中にパッと見てそんな筋肉ムキムキってわかるってないよね。なかなか夏場じゃないとね、 T シャツとかこう、ああ、あとね、筋肉ある人の歩き方はあのちょっとね、腕がこうなってるんですよ。あ、ここに筋肉があるから、筋肉がきついね、脇がちゃんと閉まらないんですよ。あと強く見せようとしてこうなってる可能性もありますけどね。え、そういう、あと無駄に姿勢がいい人はマッチョです。あのね、お笑い芸人のあの人しか思いつかない。そうだから筋肉ついてる人、僕もね、ぶっちゃけそうだったんですけど、はいはい、それなりに筋肉をつけた人って、はい、ちょっとやっぱ自分に自信があるんで、はー、ちょっとね、なるほど、アピールじゃないけど、はいはい、こうなんかちょっとこうよく見せようとするんですよ、体を、よりよく見せようとするから、やっぱ姿勢がね、すごいいいんですよ。こう大きく見せようみたいな感じとかもあるんですか。あ、そう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 。へえ。あんまりだからマッチョな人で猫背の人っていないですよ。え、そうなんですか。うん、じゃあちょっと今度見てみよう。よく見てみたいと思います。姿勢いい人はね、結構そういうとこありますよ。なるほど。僕もだってあの高校時代はベンチプレス100キロとかやってたんですよ。100キロ。そうするとね、あの結構筋肉がこうついてるように見えるんですね。いやでもついてたんですよね。まあその時は。はい、で。あの学ランを僕あえて上までボタン閉めてたんですよ。え、なんでですか。要は学ランがピタッてなるじゃないですか。そうすると結構体のラインが出るまではいかないんですけど、なんかこう、 それかっこいいんですか。いや、かっこいいとかもうその人にとってはね、かっこいいとか関係ない。あ、関係ない、関係ない、関係ない、そうです。今発言的にあんまり好きじゃなさそうな発言でしたけどね。うん、
だからパッツパツにしたいんですよ何事も。T シャツもパッチパチなパッツパツなの着ますから。そうなんですか。じゃあ正解いきましょうか。はい、正解はバツ。あ、バツですよね。そうだよね。いやそこまでこうムキムキすぎなくていいかなって。ちなみにどんなタイプが好きなんですか。どんなタイプ、うん、タイプタイプタイプ好きな男性の例えばうんうん、まあムキムキじゃないってことはちょっと痩せてる方がいいとこあるんですか、はいはい、痩せすぎも嫌なんですよね。あ、中肉中背ですね。真ん中がいいですね。真ん中が身長は自分より高い方がいいとこあります、うん、ヒール履いてもまだちょっと余裕があるくらいの人が私はいいです。ヒール履くのでよく。あ、じゃあ180センチまあ前後、まあ、別に180まではなくていいんですけど、まあでもね、はいはい、170ぐらいあれば低いヒールにすればいいわけですからね高山さん自身が。まあそうですよね。え、何それ。あ、そういうとこ B 型。もう B 型、B、出ました B 型今。なんでですか、どこが B 型。相手に相手に合わせさせるっていうね。自分を通して相手がこうすればいいじゃんっていう発想になるんですよ B 型は。自分通すんですよ。そうなんですね。そうです、そうです。あ、ちょっと気をつけないと気をつけないと、まあ、175ぐらいあればね。うん、そうなんです。余裕があるんです。そうなんです、そうなんです。B 型同士じゃダメじゃないですか。いやいやいや、何言ってるんですか。僕は B 型ですから。いやいや、私も B 型です。いいんです、いいんです。B 型は自分のこと大好きですから。周りから何言われようが、B 型最高って思って。生まれ変わっても B 型でいたいって思ってますから。そこまで思います？思ってるでしょ。生まれ変わったら O 型になりたいとかないでしょ。まあ、確かにそれはないです、ね。ほら、B 型なんですよ。はい。ということでね、時間が来ましたんで、宇野さんの時間がほぼないっていう、ね、いやもうちょっとかなり過ぎてしまいましたね、はい、まあでもね、はい、これで高山奈々っていうね上田ニュースキャスターがどんな人か分かってもらえたんじゃないか。かなり偏った理解だと思いますけどね。これで違う理解されたらどうしよう。マッチョは好きじゃない。まあまあこれね、マッチョの人が見てたらちょっと残念があって。あ、いや皆さんそれぞれ個性ですからね。まあこれが全てじゃないです。そうです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 。それを超えるものがある。というフォローをしたところで、この後はですね、高山奈々さんに天気をね、しっかり伝えていただきたいと思います。はい、はい、ということでよろしくお願いします。はい、根頃さんありがとうございました。はい、ということで、いや本当は LINE ウェザーは25分9時25分頃からお送りする予定ではありましたが、少し過ぎてしまいましたね。ここからはしっかりと天気を見ていきたいと思います。はい、いやここから皆さんぜひ天気もしっかりと確認していきましょう。では、ね、初めてなのですごく緊張してるんですけど。そう、いや緊張してますから。笑っといて。まあでも先ほどのお話でだいぶ、まあ、ほぐれたはほぐれましたのでね。うん、多分ほぐれた。でちなみに、え、あこれもあった、好きな男性の仕草、美味しそうに食べること。あ、これ丸ですね。はい、いっぱい食べてほしいです。いっぱい食べて美味しそうにいっぱい食べる人が好きです。はい、太っててもいい。いやまあ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 、うん、いや、うん。はい、ではここからはしっかりと天気を見ていきたいと思います。ここからはラインウェザーのコーナーです。それではここからは、はい、宇野澤さんと一緒に行っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではここからは明日から週間の天気を見ていきたいと思います。はいはい、まずは今の天気、うん、どのようになっているか、はい、お願いします。ちょっと待って、今日ねこれね、はい、光ってさ見えねえね。いや思いました。私もここからこれ見えるのかなってちょっと心配してました。大丈夫ですよ、見えました、はい、大丈夫ですか。はい、ではですね、はい、まず今の状況からいきたいと思いますけども、はい、あのこれねラインウェザーのここでよく使うのは、うんうん、10分天気マップね、皆さんからいただいた天気マップなんですけど、はい、細かいと分かりにくいなっていうのがあったんで、はい、確かにこの距離感だと見えないですね。簡単なパターンにしました、こんなふうに。おー、うん、分かりやすいですね、こちらの方が。晴れ、はい、オレンジ、曇り、グレー、雨、ブルーの白が雪ということで、はい、こんな感じに現在的になってますが、これ見るとね、はい、この辺に少し境目があるかな。おー、うん、はい、この北海道から東北の日本海側にかけては、まあ、比較的晴れ分布かな、曇りはあるけどね、はい、それで逆にそれ以外のところというのはなんだかんだでちょっと
雨の報告も届いていたりとか、こんな状況に現在になっているというところです。はい、はい、これが今の状況ですね。はい、でこれがどうなるかというところなんですけど、はい、あの運転なんか変だよ今日調子悪いですねいや大丈夫です、はい、ではまず雲からいきましょうか、はい、なぜこれ降ってるかっていうところ、雲の様子から見ていきたいと思うんですけど、はいはい、こちらの方見ていただくと西の方から結構雲が広がっていくね、こんな感じで、はい、白いのが固まってますね、うん、固まってますね、はい、この雲があるので、この雲の固まりというのが、まあ、特に明日から明後日というところにかけてちょっとこうあちこちでいろんなものを出せたりとか、いろんなものがあ、なるほど、はい、そんな感じのもなりそうという形になりそうですよ、はい、というわけで、じゃあ明日の天気というところを見ていきたいと思うんですけど、はい、明日の天気ね、これがピックスでちょっと出てるんですけど、お、ちょっとこれ明日でも明後日もかかってるけど、明日の夜から明後日の朝というところなんですが、はい、明日15日関東で雪の可能性、東北はないくて大雪の恐れというのがトピックスで出ているんですけど、はい、じゃあその原因というところをちょっと見ていきたいと思うんですが、はい、天気図からいきましょうか。これが、明日の午前9時なんですね。で午前9時の天気図を見てもらうと、低気圧がさ3ついるんだな、これな、よく見ると、本当だ、ここちっちゃい、そう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 、関東のところにここにいるわけなんですよ、はいはいはい、で、まあ、問題はね、こいつこのこちらの低気圧や、この2つの低気圧っていうのは南の方にあるんでね、はい、これがね、はい、近づいてきたりして、でこちらの方から寒気の方が入ってきたりすると、ちょっと夜になってくると強くなってくるところがあるのかなと、そんな感じになりそう、うん、降ってくるものが雪の、うん、可能性があるかなというところ。これ明日の夜、明日の夜になると結構この辺しっかりしてますよね。狭いですね、等圧線が、等圧線が本数多いということは風も強いというのもあるし、はい、であとこいつ、うんうん、これはこれで日本海の方からこう太平洋の方に抜けていくというのもあるので、まあ、この辺りで天気が大きく向きそうかなということですね、はいはい、ということで、全てのエリアアイコンでちょっと見てみたいと思うんですが、はい、おどこにあるか、ありました、ありがとうございます、はい、じゃあまず全国の明日の天気のアイコンを見ていきたいと思いますけど、はい、明日は、ね、こんな感じです。お、うん、先ほどほら雲かかってたから、はい、先ほどの分布だと西の方が今雨の方が多かったじゃない、はい、そうですね、うん、でこちらに関して言うと回復傾向という形になるんですけど、はい、関東から東北というところにかけては、うん、しっかりと雨がついてますよと、こんな状況になっています、はい、でもう少し詳しく見ていきたいと思いますけど、まず北海道から行きましょうか、はい、うんうん、北海道、はい、明日はね、先ほどの低気圧の影響はあまり受けない、うん、なるほど、ということは、うん、晴れる、基本晴れ、ただ、はい、逆に南の方、はい、東北に近いエリアに関して言うと雪の降り仕方があるかな、こんな状況です、うん、降り方的にはどうなっていくんですかね。そうだね、北海道は、はい、うん、どちらかというとね、どこらが降るっていう感じじゃない。あー、うん、なるほど、そう、まあ、北海道の人にとってはなんか降ったような降ってないようなみたいな、そんな感じかなというところかと思いますね、はい、はい、こちらが明日の北海道で、東北エリア、はい、東北に関してはちょっとだけ、ね、気になるところっていうのがあるんですけど、はい、気になるところ、日本海側と太平洋側比べてもらうと、秋田は曇り小さい雨のアイコンでしょ、はい、で盛岡、うんうん、宮古、こちらが大きい雪のアイコンなんですよ、はいはい、でどうしても冬型の気圧配置で雪が降るときって日本海側の方からこう雲が入ってくるから、はい、太平洋側の方はあまり降らないんだけど、はい、今回は南の方の低気圧がぐーっとせり上がってくる感じ、はい、その影響があるので、はい、これ太平洋側の方がしっかりとした雪になります、うん、ちょっと岩手県内も見てもらうとね、うん、詳しく見ていくとこんな状況なんですね。雪のアイコン多いですね。そうで、内陸よりもこの三陸沿岸部、こちらの方が結構雪がしっかり降るかなということで、はい、南の方から入ってくるんでね、少し湿った雪になる、あ、重たい雪に、うん、そうそうそう、湿った重たい雪になるかと思います、はい、でちょうどこのエリアはですね、今ちょうど復興工事とかいろいろあって、はい、うん、街の様子はだいぶ変わってるんでね、いきなりまたいつもとは反対方向から雪雲が入ってくると、そちらの方はびっくりしてしまうかもしれませんので、
気をつけていただければなと思います、ね、はい、わかりました。じゃあ関東行きましょうか。はい、関東は、まあ、よくないね。なんかすっきりしない天気になりそうですね。という感じですね、はい、これはね、よくこれが、いい場合と悪い場合があるんだけどさ、はいはい、まあ、ほら雨が降るとさ、なんとなくちょっと、降っちゃったなっていう印象あるけど、あります、うん、雨降るとさ、その日は花粉飛ばないからね、はい、いや、そうなんですよね、うん、その日はね、うん、その日はそうですよね、その日だけは、その日だけはね、翌日、うん、大変なんだけど、そうなんですそう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 、どっちがいいかという話ですけどね、どっちがいいという話ですけどね、まあ明日はこんな感じになります。この雨のアイコン小さくついてますが、うん、はいはい、うん、雨の降るタイミングや降り方はどうなんですか。どちらかというと、はい、夜、うん、夜の方が降りやすい、うん、で、降る時に時折ざっと降る時があるかなという感じがとてもありそうなので、はい、まあ、明日はお出かけされる際、夕方以降帰ってくる時にまた降られると思われて、はい、ちょっと皆さん持った方がいいかなと。なるほど、そうなりそうですね、はい、はい、続いて中部エリア。中部エリアがさ、広いじゃん。そうなんですよね、太平洋側と日本海側もあるので、東海エリアと新潟もでかいよな、はい、もうこれ一つにまとめていいのかなっていう、いいのかなっていう話もあるんですけどね。ありますよね。で、東海エリアに関して言うと、静岡、甲府の方には小さい雨のアイコンついてます、はい、先ほどの低気圧、南の海上進んでいくというのがあるので、うんうん、その雲が入っていきそう、はい、で、時間帯的には、夜の時間かなというところですね、はい、で、北陸に関して言うと、これ曇りアイコンなんですけど、はい、夜になるとね、低気圧抜けるでしょう、はい、夕方になるんでね、あ、今度は夜は冬型に変わっていくんですね。そうなると日本海側から雲が入ってくるので、はい、降る時間が遅くなってくると雨、場所によっては雪、うん、こんな状況となりそうといった感じですね、はい、じゃあ夜が注意が必要ということですね、うん、そうだね、こんな状況となりそうです、はい、はい、じゃあ続いて近畿エリア、続いて、はい、近畿、近畿どうですかね。これ見ると、まあ、なんだか穏やかな感じはしますよね、まあ、いいんじゃないって感じはしないではないんだけど、はい、いいんじゃないって感じなんですが、はい、まあ、ただ先ほど冬型になるっていうお話ししました。ということはね、時間帯、少し時間としては夕方以降になると思うんですが、こう日本海に面したところ、こちらはね、はい、こう雨雲がこう入ってくるという感じになりますから、まあ、夜遅くなるから特に、こういった皆さん持った方がいいかなと。なるほど。こんな感じで僕になると、はい、あとこれがどこまで入るかだなっていうことですね、はい、ああ、はいはい、そこも注目ですね、はい、まあ、だんだんと晴れてくるということなので、はい、外干しとかもできそうなのくらいですかね。花粉ですね、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな、いいんじゃないかな、花粉つくけど花粉症じゃない方限定ですかね、ないと思いますけど、はい、そんな状況となりそう、はい、では続いていきましょうか。中国エリア、中国、あ、ここはでもかなり明確ですな、もういつもこの冬の天気といいますとこういう形ですよ ね、 ううね、はい、低気圧関東ほら、ここに行っているので、はい、もう西日本というのはもう結構早い時間から冬型になりやすくなってくるんですよ、はい、ということもあるので、先ほどの近畿 の、 日本海側の方はまだ雨のアイコンをつけてなかったんですけど、はい、ついてなかったです、うん、この山陰エリアになるとね、もう少し降り出しが早いので、それで雨のアイコンをつけてます、はい、まあ、降り出しとしては夕方、夕方、うん、はい、には降ってくるかなといった状況とはどうかになりそうですね、はい、はい、じゃあ四国までこいつ入ってくるのかというところなんですが、そこも心配ですよね。四国エリア、四国は、お、うん、まあ、松山、まあ、高松といったところ、まあ、この辺は少し入ってくるかなというところもあるんですが、はい、基本ね、そこまで大きく影響しないかなとは思いますね、はい、ただ風向き、北風が強いんで、あ、ちょっと寒いんですかね、うん、はい、風によってこう体感も少しこう寒さが出てくるかなといった状況とはなりそう、はい、こんな感じになりそうですね、はい、はい、九州、続いて、はい、九州はどうも、九州、九州、お、こちらもなんだか穏やかそうですよね、うん、まあ、天気としては高気圧の方のエリアに入ってくるので、はい、まあ、晴れてきますよというところですね、うん、はい、大体いつ頃からこう日差し届く予想なんですか ね、 ね、具体的に福岡とかで見てみますか、はい、福岡のピンポイント、お、これを見るとあれは朝、
なるほど、午前中くらいにはだんだんと雲取れるかな、うん、昼過ぎにはもう晴れかなといった状況にはなりそうです、はい。でまあ、あとは先ほどもスポのところありましたけど、はい、ちょっと待って今日ちょっと見えづらいですね、はい、風向きちょっと見てみましょうか、うん、冬型ですよねと、はい、ということは日本海からの方の北風なのでこの風によって体感というのはやはりちょっと寒さというのをだいぶ感じるかな。日差しが届いても、うん、そうだね、寒いかもしれない、うん、そういう状況とはどうなりそうです。はい、じゃあ最後沖縄行ってみたいと思います。沖縄さ結構微妙なんですよこの時期、うん、先島諸島の方は結構雲が広がりやすいですよね、うん、はい、少しずつね南の方の空気がもう入り出してきてるんで、はい、ちょうど沖縄あたりっていうのが、はい、例えば高気圧のさ一番南のへりになったりとかね、はいはい、あー、うん、なるほど、少しこう前線っぽくなり始めてる、あ、うん、そうなんですね、空気が境目になり出してきているので雲が出やすいといった状況となりそうですね、はい。で時間帯として本島エリアはどちらかというと雨の降る時間は午前中、先島は午後、こんな状況となりそうです、うん、あとは、うんうん、もうこちらも風なんですけど、はい、まあ、北なんですよね、うんうんうん、で沖縄の方が冬を感じるのは北風だとよく言われるんで、お、うん、そうなんですね、そうそうそう、ですので、うんうん、まあ、ちょっとひんやり感というのは出るかなと、うん、こんな感じにどうもなりそうです、はいはい。ということでまずは明日全国天気アイコンで見ていきますが、うんうん、こんな状況となりそうですね、はいはい。それではそれ以降、うん、それ以降、はい、週間どうなっちゃうんだというところなんですが、はい、じゃその先なんですけど、この低気圧どうなっちゃうんだというところ、うん、これ明日の夜ですよ、はい、で明後日、まあこの時間の朝結構ねいるのよこれかこいつが低気圧くっつきましたね、うん、くっつきましたね。で明後日の朝なんですけど、はい、週間のところでちょっと見てみたいと思いますが、うんうん、これ週間の天気アイコン、はい、こんな状況なんですけど、15日の朝方っていうのはちょっとまだ少しいい雨なんか残りそうかなというところなんですけど、関東、うん、こ14日じゃなくて15日の朝まで今日も残る可能性が出てきそう、はい、場所によっては雪の可能性、そうだね、その可能性があるかなと思うんですよ、はいはい、山沿いとかですかね、例えばこれ北茨城とかね、あ、詳しくこうピンポイントで見ると雪のアイコンも出てきます ね、はい、うん、さらに詳しく見てみたいと思いますけど、はい、さらに詳しくこれ見えないはい、画面が、まあ、うん、まあ、あとはね、栃木とか北関東エリアを中心にちょっと見てみたいと思います、はい、やっぱりこう日光とかさ少し、そうですね、那須の方とかね、はいはい、しっかり雪になったり、山沿いの方やっぱり、はい、群馬も同じような状況かな、うん、で群馬が結構微妙ですね、うんうん、あれ前橋はしっかり晴れたりするんですけど、こちらになると16日まで、うん、そうそう、でなんですね、ここがね、はい、なんで群馬こういう状況になっているのかというところなんですけど、はい、まず15日の雪を降らせるのってこいつでしょ、はい、要するにこの低気圧なんですよ、この低気圧の周りの雲、はいはい、これがこうかかってそれで気温が低くなると雪になるんですけど、はい、群馬に関して言うとね、はい、16日なぜかというと、ちょっとこちら天気図、16日の天気図にしてみたいと思うんですが、これ16日です、はい、冬型になるでしょ、うん、はい、ああ冬型になるんで、今度はね、はい、こう雲が入ってくるんでしょ、あ、そっちからの雲の影響で、だから群馬はちょっとね、15日の雪雲の入り方と16日の雪雲の入り方はちょっと違うのね、そうなんですね、そう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 、ちょうどよくこうどっちからも来てしまって、そうそうそう、で翌日も残っちゃうっていう、ああなるほど、はい、こんな状況どうなります、はいはい、なのでこの辺りっていうのはちょっと気になるところかなというのと、あとは先ほどの、はい、これ東北のエリアでも、うん、どちらかというとこれですよね、はい、まあ、内陸もあるんですが、三陸エリアでも雪が降るというところがありますから、はい、を気をつけていただければなと思います、はい、で、もう一度デコを戻りましょうか、じゃあ1週間というスパンで見てどうなるのか、うんうん、それ以降後半はね結構晴れるんですわ、そうですね、うん、後半になればなるほど晴れのエリアは増えてきてますね、冬型になるじゃない、はい、冬型になるってことは西から高気圧が出てきてるんですよ、うん、はい、でこの時期になるとね結構早いのね、
あ、動きも早いですね。そう、早いんで、はい、今度はこの後半戦というのは高気圧の勢力範囲なんですよ。なので結構広い範囲で晴れるというのが一つと、はい、もう一点、気温なんですが、はい、どうですかね、はい、例えば東京、はい、東京19日日曜日最高気温15度まで上がります。おなんか暖かそうでしょ、はい、こういう感じになるよね。あ見えないな、白の方がいいな。なんか緩やかな、こういう感じ、こういう感じ、一回こう下がるんですね。そうそうそう、下がってまた上がるといった状況となります。でなるほど、はい、天気もこうなるわけですね。晴れてくるわけですよ、うんうん、雨が降った後晴れますね。と気温も上がると飛ぶもんも飛ぶぞということで、また花粉が飛びやすくなりますから、花粉症の方は十分注意といった状況にはなりそうです。はい、はい、またやはり3月となりますと桜も気になる時期ではありますが、気温が上がるとやっぱり桜の方もこうもうそろそろいいかなと思って、そろそろいいかなと思い出したら思うかどうかわからんけど、あったかいほどつぼみの方も膨らみやすくなってくる。いや、 もしかするとこうどんどんとこうぷっくらぷっくらしてるのを見れるかもしれないですね。はい、はい、前桜の方は見てください。はい、わかりました。ということで、まあ、全て見ていきましたが、今日と明日、そして明日からの週間も見ていきました、うん、はいはい、では続いてのコーナーいきたいと思います、うん、続いてのコーナーはこちらです、はい、宇野澤さんのこれだけは知っておこうというコーナーです。これ初めてだからね、このコーナー、ね、このコーナー初めてなんですよね。このコーナー初めて、なんかもうないかもしれない。え最初で最後のコーナーかもしれない。本当ですか。よくあるよね。よくある、あそういうコーナーよくある。これっきりっていうコーナーなるほど、そういうコーナーがいっぱいあるんですね。そうそうそう。でも今回のこちらのコーナーですが、うん、はい、先日3月11日で東日本大震災から丸6年が経ちました、はいはい、今だからこそ知っておきたいことをクイズ形式で出題していきたいと思います、はい、ということで、やはり宇野澤さんと言ったら、うん、現在、はい、そうですというイメージが私の中ではありますけど、はい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 、ですので、もうこれだけは知っておきたいことをクイズ形式で皆さんと一緒に確認をしていきたいと思います、はい、では、うん、まず第1問いきたいと思います、はい、こちらです、うん、災害発生時避難するときまず行くべきところは、お A が避難場所、うん、B が避難所となっています、はい、でチャットにご参加の皆さん A か B かお答えください。いやこれは難しくないですか。どうなんですか、皆さんやはり、うん、まあ、今こうチャットしてくださってる方は意識が高いので分かってる方も多いかもしれない、ね、なんだろう、この皆さんこれは相談したのかなというくらい A ばかり並んでますね。相談なのかなこれは。A ばかりだね。ここで B という方、あ、空気読んでの B かなというくらいもう皆さん A ということでいただいてますね。A のち B と一緒だね。 A のち B、おお、なるほど、うん、あではそろそろここら辺で締め切っていきたいと思います。はい、ということでここで締め切りです。では正解を発表していきましょう、はい、では宇野澤さん正解はどちらでしょうか。はい、正解は A の避難場所ですね、はい、うん、場所と避難所と、うん、これね、はい、似てるけど違うんです。これなんか言い方の違いかなって思ってしまうんですけど、そう違うんですね。そう、避難場所っていうのは、はい、あの例えばさ公園とかね、はいはいはい、あと公園、学校のグラウンドとか、おー、要するに比較的広さがあって、はいはい、一時的にそこにバッと人が集まれる場所、あこれが避難場所なんですよ。あ、なるほど。そうなんですよ。避難所になると今度は、はい、あの例えば家にその帰れないとか、はい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 、一晩そこにいなきゃならないっていう時、うんうん、同じ学校でも例えば体育館とかね、はい、校舎とかさ、うんうん、要するに、一時的にそこで、まあ、生活、はいはい、短い時間の生活、まあまあ、建物があって、はい、その中でっていう形になるので、そこが、ね、避難所というものなんですよ。あ、
ということは先ほどコメントでいただいていた、うん、この A のち B、 あ、これがもう大正解で、そう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 、これねありなんですよね。あ、うん、そうなんですね。ただ避難所はね、うん、全員が入れるわけじゃなくて、基本もう完全に家がこう最初で、まあ、最初はさ、場所が集まって、はいはい、あの一晩そこにいなきゃならない状況になるっていうこともあるじゃない、うん、ありますね。そうすると避難所を一旦開設した上で、はい、もう戻れるようになって自分の家が、はい、うんうん、問題なければその人たちはもう帰ってもらうしかないんですよ。あ、なるほど。まあ、場合によってはこの避難所でもう1ヶ月とか過ごさなければいけないという方も出てきますからね。そうなることもありますけどね。あ、なるほど、はい、ということでまず行くべきところというのは A の避難場所でした、うん、でした。はい、それではもう一問ありますので見ていきましょう、うん、はい、もう一問、はい、じゃあどちらが避難場所を表す地図記号でしょうかというのが問題です。はい、こちらも A か B でお答えください。うん、いやでもこういう地図記号ですと中学校や小学校でやるよね。やりますが、これってなかなか見ない気がこれねするんですけど、あの、まず このマークになってからそんなに時間経ってない。あ、そうなんですね。うん、あ、マークが変わったんですね。あの、さっきの避難所と避難場所って別々だからそれが分かるようにしましょうということで、うんうんうん、新しくできたんですね。でも先ほどの説明を踏まえるとなんとなく雰囲気分かるよね。なんかもう見えてくるものはありますよね。分かるよね、雰囲気ね。これも分かりますよね。分かる分かる。なので皆さんの答えもだいぶ偏ってますね。そうですね。うんうんうん、まあ、A という方もかなり多いですね。うんうん、まあ、B という方もいらっしゃいますが、それではそろそろ集計をしていきましょう。集計じゃないですね、空ボタンみたいに言いましたね今。つい言っちゃいましたよね。はい、皆さん参加していただきありがとうございます。では正解を発表していきましょう。それでは宇野沢さん正解お願いします。はい、正解は A ですね。はい、A、うん、はい、あの屋根ないよね。もうさっきの説明通りではそのままありますよね。そのままの絵になってます。あの、これ組み合わせのやつもあったりとかして、組み合わせ、うん、これ学校のグラウンドっていうのは避難場所だけど、はいはい、避難所として開設されるじゃない。それと学校って一つの国の中では両方持ってるわけじゃん。はいはい、そうなのでこの B の下にあの A の下の棒があるじゃない、はい、あれがこう書いてある、避難場所兼避難所とかね。あ、そういうところもあるんですね。そういうとこもあったりとかしますけど、まあ、いろいろ記号も最近、うん、また触れすぎてもさ分かんないなと思ってはいるんだけど、いやそうですよ、分かりやすいものが一番いいですよね。そうそうそうだと思いますよ。はい、あ、でもこういうのだとほら文字だとさ、はいはい、読めなきゃ読めない人だと辛いじゃない。例えば外国から来た人だと、うんうん、何のこと言ってんだろうってみたいな感じになっちゃうじゃん。だけどそうですよ、ね、雰囲気っていうかさ、こういうピクトグラムみたいなのにすると、うんうんうん、本当にグローバルで誰でも見える感じになるよね。うん、外国人の方も結構多く日本にいらっしゃいますからね。そう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 、これはね、うん、自分はパッと、まあいいや、すごい途中まで言って、ね、あの B はね、あれですよ、ウォーミングアップエリアから飛び出してくる選手たちで、 A はもうピッチ上で、あ、もうピッチ上で、ピッチ上でね、あ、すごい今分かりやすいですよ。そうそうそう、なるほど、そういう感じかな。ウォーミングアップして、そう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 、今出てきて、これから試合だという、なるほど、まあ、こういう標識も各地設置しているところも多いと思いますので、うん、そうですね、うん、意外と普段ね歩いてるところにあったりするんだよね。やっぱりこう意識しないとわからないこと多いですよね。なのでちょっとね、うん、あの明日ちょっとお出かけする機会があれば、うん、ちょっとだけ気をつけて周り見ていただいて、はい、うん、まだこのマークじゃないところもあるかもしれないけどさ、そうですよね、昔のマークのところもあるかもしれないけど、ちょっと見てもらえばと思いますけどね。意識することでまた変わってくることもありますからね。そう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 、はい、そしてソライブ24のソライブムーン、うん、何曜日にこういう現在の木曜日ですね、はい、木曜日のソライブムーンの中で、ね、はい、いつもやってますね。はい、まあ、そちらでも詳しく説明していたりいろんなことをしていますので、はい、ぜひ皆さんそちらの番組も見ていただければと思います。はい、ということで以上宇野沢さんのこれだけは知っておこう
1回きりのコーナー、1回きりのコーナーいやでもこれはちょっと続けた方が良さそうな気もしますけどねということでこちらのコーナーを行っていきました、はい、それではここからは全国の天気を。おお、まだちょっとこれから準備ということで、ね、やっぱりさ、災害の時期は共助ということでね、お互い助け合うということで、助け合うということで言うとですね、はい、2014年シーズンの最終節、新潟対柏の試合が大雪で中止になりまして。あ、そんなことがあったんですか。あったのよ。で、翌日やったんだけど場所がなくて、じゃあ貸しましょうと言って、柏のね、どうぞすごい途中でもう、もう早く行ってくれと言われましたので、ここからは全国の天気アイコンで確認していきたいと思います。まずは全国の明日の天気をお伝えします。西日本から見ていきましょう、はい、では西日本からこちら、あ、なりましたね、はい、まず那覇は午前中を中心に時々雨が降ります。北風が冷たくひんやりとした体感です。昼間でも長袖が良さそうです。福岡、広島、大阪は天気回復、だんだんと日差しが届きます。日差しの有無で体感が変わるので、服装でうまく調節をしてください。先ほど解説もありましたが、北風がかなり冷たく感じられそうですので、暖かくしてお過ごしください。では続いて東日本です。これかな、はい、来ました。金沢は雲優勢のすっきりしない空、夜遅い時間には雨や雪が降る可能性があります。名古屋は雲が広がっていても次第に日差しが届きます。ただ北風がひんやりして、失礼いたしました、北風がひんやりしても日差しの下では過ごしやすくなりそうです。東京は雲優勢の空、夜は雨がざっと降るので、帰り道に備えて折りたたみ傘があると安心です。では最後に北日本です。仙台、秋田は雨や雪が降り、傘が活躍の一日、降り方が強まり雷やあられの恐れもあるのでご注意ください。札幌は晴れて穏やかな陽気、朝晩と昼間の体感差や雪解けによる屋根からの落雪、雪崩にご注意ください。では続いて週間天気も見ていきましょう。まずは西日本です。沖縄は日差しが届く日があるものの、雨が多い1週間、気温がなかなか上がりません。体調管理にお気をつけください。九州から近畿は日差しが届く日が多くなります。ただ山陰エリアでは雨が降ったり止んだり、15日水曜日は各地雨が降る可能性があります。最新の情報をこまめにご確認ください。では最後に東日本から北日本です。中部エリアは水曜日は北陸で雨が強まる可能性があります。ただ週後半は晴れる日が多くなりそうです。関東は15日水曜日までは雲が多く雨が降る可能性があります。その後は晴れて穏やかな陽気、気温の大きな変化はなく季節の進みはゆっくりです。東北は日本海側で湿った雪、太平洋側では雨が降りやすく傘の出番が多くなります。北海道は晴れる日が多く厳しい寒さもありません。比較的過ごしやすい1週間となりそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。はい、アイコンで全国の天気を確認していきました。はい、もう間もなく終了というか10時過ぎましたね予定ですと10時前に終わってる予定ではあったんですけど、少し過ぎてだって過ぎてしまいましたが、この後23時45分からのウェザーナイトニュース、こちらも私が担当させていただきます。朝のモーニングニュースも最近担当していなかったのでちょっと緊張していますが、ぜひ皆さん起きていましたらまたコメントでも参加していただければと思います。よろしくお願いします。それでは今日もたくさんのコメント、そしてハートを送っていただきありがとうございました。それでは皆さん素敵な夜を、はい、終わりまだ早い、あ、そうだった、寝頃さん、あれ寝頃さん来ない、来ない、あれさっきのこの感じだと寝頃さん最後来るっていう話でしたよね。え、本当ですか、帰りました、え、そうなんだ、まあ、それを差し置いて私今終わろうとしましたけどねそうね結局終わろうとしてましたけどね、うん、いや、もう皆さんたくさんのコメント本当ありがとうございます。
宇野沢さんとの絡み、あ、私でも宇野沢さんとあまりこう番組で一緒になることがないので、そうだよね、すごい新鮮でしたね。何だろう、何で一緒になったかな、全国セミナーくらい、全国セミナーとかさ、そういう、あ、空白で一度ドライブとか、うまいだね。なのでこうなんか特別なイベントがないと宇野沢さんとほとんどご一緒しないという。そうですね、あ、確かにそうだ。そうなんですよ、ね、うん、なので、うん、なんかすごい新鮮ですよね。新鮮な感じで。そして私もいつもこう番組ですと、うんうん、こう誰かと一緒にするということが少ないので。単独だからね。そうなんです、まあ、予防センターとはやるけどさ。そうなんです、予防センターの方とはしても、まあ、ほとんど掛け合いというか、はいはいはい、まあ、解説していただきましたぐらいなので、うん、そうですね、なかなかこういう機会がないので緊張しましたよ緊張しましたよ、まあ、でも皆さんからのコメントがたくさんあって、たくさんこう動いたので、それが助かりましたよね、はい、これコメントなかったら結構辛いですよね。辛いかもしれない、うん、いつも番組していても思うんですよね、うんうん、コメントがなかったら私これ15分も持たないなってすごい思います。本当にね、皆さんのコメントでは助かりました。助かりは温かいですしね、はい、ですので、まあ、またお時間ありましたら、うん、コメントやハートなども送っていただけると嬉しいです、はい、はい、ということで、うん、そろそろおしまいの終了の時間となってまいりました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。ありがとうございました。バイ。